はい、では次ですね、この仏教の目的をね、まずこれ確認してから話を続けていきたいと思います。まあ、今日は苦教義、仏の教義について一日お話をいたしますが、この仏教という教えは一体どういうものか、意外とね、基本的なことをね、ご存じない方があるので、まあ、これで確認をしたいと思います。まあ、仏教と言いますと、仏の教えと書きますね。仏教と言ったら二つの言葉の合成語なんですね。仏という、言葉と仏教という言葉、この二つの言葉が合成されたものが、この仏教という言葉でございます。で、一応仏教の基本としてはね、この仏教に三つの意味があると、まあ、確認しましょうね。仏の教え、仏即教え、成仏の教えと、これが仏教の正しい、意味であり、まあ、理解として知っておいていただきたいと思います。3つ意味があると。まず普通はですね、まあ、前の私の回ではね、仏の説かれた教えと、まあ、こういう説法を私もずっと長年してきました。仏教とは仏の説かれた教え、仏の教え、今から2600年前に仏とはこれはお釈迦様のことであると、まあ、これが一般的な仏教の説明になります。仏の教えね、これの死ね、のという漢字を入れて仏の教えと。で、この能がついた場合はブッダ中心の教えということになりますね。ブッダ中心、ブッダとはこれは実際2600年前にこの地球上に現れた人間としてお生まれになった、私たちと同じ人間として生まれられたお釈迦様のことをブッダ、ね、目覚めた人、ブッダというふうに言って、ブッダを中心とした教えが仏の教えになります。まずこれがまずね、基本ね、これはみんな知ってると思いますね。次2番目、いやこの3番目が意外とね抜けがちだから、それを確認したいと思うね。で、2番目はですね、仏即教え、仏即教と、こういう言葉あるんですね。仏即教、ね、この能という漢字、即という漢字、あと成仏ですよね、成仏ね、これがちょっと違うんです。で、仏即教えといったらね、これはこの場合の教えはね、まあ、仏イコール教えなんです、ね、仏イコール教え、仏と法、仏法といったらね、仏イコール法で使う場合もあるんですね。まあ、禅宗なんかではこの言い方でいう説明することもあるかもしれませんね。まあ、普通仏といったら人物を指します、お釈迦様を指しますけどもね、お釈迦様の説かれた教え、もしくは真理、それを仏という場合がありますから、だから即だからこれイコールですね、仏イコール教えだからね、教え中心、真理中心の教えということになりますね。だからお釈迦様は亡くなってもね、もともとこの教えは、まあお釈迦様が、教えられないと我々は分かりませんでしたけどもね、もともと宇宙の真理は存在している、それをただ釈迦がね発見して我々に説き示しただけであるということで、この仏即教え、教え真理を中心にした言い方が仏教という言い方もある。この場合は仏即教えということになります。で、一番大事なのが3番目ね、成仏の教え、まあ、成仏の教えね、これが意外とね、抜けている、あまりもね仏様ってすごすぎるから仏なんかなれないとこう思ったらね、あるいは死んでからじゃないとなれないというふうに思われがちだけどもね、仏教は成仏の教えである。じゃあ誰が仏になるかといったら、我々修行が仏になる教えね、我々
私たち迷っている苦しみ悩んでいる我々が修行がね、仏法を聞いて、迷いから悟りへと転じていく。修行と言いますのは、苦しみ悩んでいる私たちをみんな修行と言いますが、正確に言いますと修他の生じのことですね。修他は数多く生まれ死にを過去世からずっと繰り返してきた。我々は今はね、今だけの生命じゃない。過去世から何回も何十回も何百回も生まれては死に、生まれては死にを繰り返してきた。その流転輪廻してきた。そして打ち止めをするのが悟りでありね、迷いの世界から脱却する、解放されて脱却する、解脱をというのが仏教の究極の目的。解脱を果たすと仏になることができる。仏教といったら成仏の教えね、仏になる教え、これが一番実は大事になります。でもこれがね、抜けてしまってるというか、でここはやっぱりね、まあ、ちょっとあの目標が大きすぎてでかすぎて、とても仏なんかにはね、自分の姿を見つめるとなれるもんじゃないと鼻からね諦めてしまいがちだけどもね、諦めてはなりませんと。あなたもなれる。大乗仏教では全ての人に仏性があると、仏になる性質、そういうものがあるという言い方もありますから、仏目指して頑張りましょうというのが大乗仏教になります。で、親鸞聖人の教えもそうなんですよね。あの親鸞聖人の教えは浄土真宗、大乗仏教の至極と言われますね。お手紙に書いてますね、親鸞聖人はね。この親鸞の教えは、浄土真宗の教えは大乗仏教の至極であると。至極、大乗仏教最高無上の教えの、またこれまたね、極まりの至りと書いてね、これが浄土仏教、浄土真宗であると、こうおっしゃってますね。だから当然浄土真宗も仏になる教えであります。この世で救われる教え、これが浄土真宗であります。だから、こういう言葉があるんですね。なぜか今ね、浄土真宗ではね、この悟りという言葉をね、使ってはいけないとかね、阿弥陀仏に救われても悟りではないんだという、こういう風潮があります。でも私はね、個人的にはね、はっきり親鸞聖人はご自身の体験をね、悟りを得しぶる真理なり、衝動今盛んなりとおっしゃってますからね。あるいは教行信証召喚にはね、はっきり説いてますから、私は言うてもいいんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、言ってはならんというふうな理由も一応分かってはいますけどもね、仏教である限りやっぱりね、悟りを目指すべきですから、やはり私は悟りと言ってもいいんじゃないかなと思います。この成仏もね、悟りですから、一応我々はね、悟りを目指して進んでいきますので。で、親鸞聖人最初にね、教行信証の初めにこれを僧侶と言います。教行信証の最初ね、教行信証全般をね、まとめる言い方で僧侶、総合的な内容として、その序、初めの部分が序であります。こんな有名な言葉があります、ね、遠遊取得の加護は悪を転じ徳をなし承知、難信混合の信行は疑いを除き悟りを得しむる真理なりと。ここはね、元ね、〇〇会員の方はもうみんな丸暗記してる文章なんですけどね、これは親鸞聖人ご自身の体験でありまして、どういう意味かと言いますと、この親鸞は救われた時ですね、疑いがなくなりました。疑いが除かれました。まあ、これは夜かもしくは通達意はですね、疑いが晴れます。仏教に対する疑いがなくなります、除かれます。疑い、仏法に対する疑いがきれいになくなり、そして悟りを得しむる真理、これが南無阿弥陀仏なんですね。遠遊取得の加護といいまして、南無阿弥陀仏は真理でありまして、この南無阿弥陀仏を体得した親鸞は悟りを生きている間得られましたとおっしゃってますね。悟りを得しむる、この逆という感じで、ね、親鸞聖人はこの得るという漢字を使う場合ね、意識してね、
逆と徳をね分けて使っておられます。 L でもねこの逆徳の徳、この字を使う場合もある。 L ね。でこっちはね未来、こっちは現在ね。これはね、陰にとおっしゃってね、まだ仏の悟り開く前に得られるウルをこの逆で使うと。でこのウルはね、戒といってね、仏様になった時に使う位をこの字で使うんだと、こう親鸞聖人晩年ね解釈されてます。逆徳という言葉の解釈するところに親鸞聖人晩年ね、逆は陰にの時に得るのを逆とする、徳は戒、仏の結果を得た位の時に得るのを徳というと、こういう使い方をされてね。だから逆徳とかね、逆心とかいうことを扱う場合はね、これ逆は現在なんです。仏になる前、通過点、いわゆるね、仏になるなった時を戒と言いますから、ね、戒はこれ仏ね、陰はこれまだ菩薩ね、悟りの途中の段階を陰にと言います。だから親鸞聖人はこの悟りはね、菩薩でいう時に得られるんだと、悟りを得られたんだと親鸞聖人おっしゃってますからね。だから使っても私はいいと思うんですね。親鸞聖人が使ってますから、悟りを得しむると、これはあえて徳の字を使わずにこっちを使ってますから、生きている今悟りが得られる、まあ仏とは言いませんけどもね、通達位、いわゆる信心決定は41段所持にあたりますから、だからそういう体験をなされたんで、こういう言い方を親鸞聖人はされた。また後半の五条教行信証の最後の部分を読んでみるとこう書いてますね。浄土の真宗は衝動今盛んなり、この猛攻撃受けますけどね、浄土真宗は、まあ、救われた人は少ないかもしれないけどもね、ね、一人でもいたら繁盛してるんだと、まあ、ここから蓮如さんということはね、浄土真宗と繁盛はね、人が多く集まってね、威勢が大なることではないんだとおっしゃって、たとえ一人でやってでもね、信心欠如した人がいたら浄土真宗の繁盛でやると、このことをね蓮如さんおっしゃったんですね。根拠はこれなんです。根拠はここにあります。浄土真宗の繁盛は一人でも信心逆得した人がいたら、ね、繁盛でやると。万人いてもね、一人も助からない教えよりも、一人いて一人救われる教えは真実だと、まあ、こういう見心でね、まあ、これ親鸞聖人ご自身の体験からね、浄土真宗は衝動今盛んなり、末法になってもね救われる人がいる、この親鸞が生き証人だと、法然様も救われた、私も救われたということで、親鸞聖人ご自身は今浄土真宗はもう滅びかかってました。当時ね、もう義満解散をね通告されて、もうバラバラになってね、もう浄土真宗がもうなくなりかけた、浄土仏教が滅びる寸前だった。そんな中でもね、浄土真宗は衝動今盛んなり、ね、衝動、ね、悟り、ね、悟りを得ている信だ、悟りの道は今盛んであると、ほとんど人数少ないかもしれんけどもね、今盛んであると、こう親鸞聖人は自信持っておっしゃった。それはこの悟りという言葉はね使ってますよね。悟りの道今盛んであると、だから私はこの言葉を根拠として言うてもいいんじゃないですかと、もしご縁があったらそういう方には申し上げたい、まあ、ただ今の浄土真宗の教えとしては、まあ、言うてはダメなんだと昔からなってるんでね、あんまりちょっと聞いてもらえませんけども、ね、でもはっきりおっしゃってますよね。また煩悩なんかは変わりませんというのもね、もう体制になってますけど、でも煩悩は変わることも減っていくことも私はまた訴えていきたいなとも思ってます。あと3つ目の根拠としてね、教行信証召喚は一体どういう巻物でしょうか、ね、親鸞聖人はご自身の体験からね、教行信証6巻を書かれた。召喚といったらね、悟りの巻なんですね。ご自身の体験であります。親鸞聖人が諸事として諸事に救われてね、
悟りを得しむる体験、衝動なされた体験、それが書いてあるのにね、この召喚は死んだ後のことなんでしょうかということですよね。それはどうでしょうかということです、ね、もし死後のことならば本当に自信持って書けないと思います。やはりご自身が体験されたからこの召喚について書かれ、またこの召喚をね詳しく開いたのが神仏とか、ね、まあ、これは今の悟りから未来のこともね、この伺い知ることもできますから、この召喚を開いたのが誠の阿弥陀仏とはどんな方か、誠の浄土とはどんな世界かをね、召喚を開いて神仏土観といってね、誠の仏、誠の、浄土について明らかにされた、これが神仏土観になります。でここからもね、まあ仏になるのはちょっと未来かもしれませんが、でもね、一応仏を目指す、悟りを目指していく、そこをそういうね、やはり私は思いを持った方がいいんじゃないかなと。大乗仏教ですから。で特にこれはもうね、花からみんな忘れてますし、そんなものになれるもんじゃないと思ってますけどね。でもやっぱりね、仏教というのは、私を変えていく教えですから、このここしか知らないところね、仏というのは真理であり、仏になれる教えであり、現在救われる教えであることをですね、確認したいと思います。まあ、それをね、皆さんにちょっと LINE でねちょっと送ったんで、そこをちょっと読んでみたいと思いますね。一応うまく自分で言うのもあれですけど、うまくまとめた感じがいたします。まず仏教は、成仏の教えでありますと。仏教とはね、仏という言葉と教えという言葉の2つの言葉で構成された合成語であると。でこの合成語を分析していますと3つに分けられます。1つは仏の教え、つまりブッダの教えですね、釈尊の教えと言えます。この場合はね、教えの主であるブッダ釈尊にその中心が置かれています。これが一つ目。二つには仏即教え、仏即教とは、ブッダがすなわち教え、つまり教謀教え真理ね、教謀真理の宗教と言える。この場合は教謀ね、つまり真理に、中心が、置かれています。まあどこに中心を置くかによって3つの言い方があるってことね。どこに中心を置くかによって、人なのか教えなのか我々修行なのかをね、この中心に置くところが違うんで、3つの言い方があるということであります。3つには成仏教、仏になる教えということです。3つ目はね、誰が仏になるのかといえば修行であります。だから簡単に言えば修行成仏の教えと言える。でそこで成仏を実現する修行は仏道を実践しなければならない、仏の道を八正道を実践していかなければならない。でこのような実践者たる仏教徒はおのずと相談ね、まあこういう仏教の集まりを形成して、仏教特有のサンガ、僧侶サンガを成立させますと。まあそこではこの場合はね、仏教徒の集団、まあ集団がね、中心だから仏法僧とも言えるんですね。仏法僧ね、三宝ってありますよね。三宝、この世の宝といったら仏法僧が宝でありましたね。仏法僧ということでね、このようにうまくね分けることもできますよね。これ三つの教えといったらどこを中心に置くかによってね、言い方が変わるんだとね。仏というね、教えを説いた主に中心を置くのかね、釈尊の説いた教え真理に中心を置くのか、あるいは我々僧ね、我々修行にね、仏法者の集まりに中心を置くのか、これによってね、この仏教という教えの理解がね、ちょっと微妙に違うところが出てくると。でこれを知ってね、今日はこの仏教の仏について学ぶ
とですね、より少しでもより理解が深まるかなと思いました。そして、次ですね、釈尊は、法真理を自覚されてからされてブッダになられたんでありますが、ブッダの自覚された内容の本質は法真理そのものであります。で、もともと法というのは、もともと真理というものはですね、ブッダがお釈迦様がこの世にね、お出ましになろうが、生まれられようが生まれられまいが、厳然として存在している普遍の真理ね、もともと大宇宙に存在している普遍の真理がもともとあったんです、ね、したがってだから真理というものはお釈迦様によって創造された作られたものではない、ね、お釈迦様が真理を発見して体験して発見して自覚されてブッダになられた。ですから仏教ではあくまでもね、真理あってのブッダですよね。真理が一番中心とも言えますけどね、真理があってブッダになられた。で、これお経にはこう書いてあるんです。釈尊はね、あたかもね、草むらに覆い隠されていた古い道を見つけ出されたとお経にあります。釈尊はどういうふうな、ことをされたかというと、例えて言ったらね、草むらに覆い隠されていた古い道があった。それを釈尊が発見され、まずは地球上では最初ね、釈尊が一人で古い道を見つけ出されて真理の道に目覚めて、そしてブッダになられた。それを我々にただ紹介されてるだけ。だからもし釈尊がいなかったら、我々は永遠にね、六道輪廻をへめぐらなければならないことになります。だから私たちもね、ブッダの教法に従って、この教えに従って、仏道を行ずるならばね、必ず私たちもブッダ、これを覚者と言いますね。覚者、悟ったものを仏教でブッダと言いますね。覚者になることができます。言い換えますと、全ての修行が、まあ、ずっと後ですけどね、全ての修行がブッダの教えを仰いで仏法者として仏道を修めれば仏になることができる教え、これが仏教ということになります。そこで仏教は成仏の宗教ね、修行が成仏する教え、ね、修行成仏が目的ということを抜きにしては、これを抜きにしては仏教の意味が失われてしまうんです。で、この成仏教という言葉のね、成が略されたのが仏教だと、こう思うとこからおられてですね、成仏教の成が略されたものが仏教と言っても過言ではないと思いますと。で、これとちょっと絡めてね、せっかくですから今の浄土真宗のこともちょっと言わせてもらいますと、親鸞聖人はこの聖という字、悟りという字を使っておられる。疑いを除き悟りを石もる真理なりと僧侶におっしゃり、浄土の真宗は聖道今盛んなりとね、五条にもおっしゃる。教行真宗聖の巻は死んだ後のことなんですか、違うでしょ、生きている今親鸞聖人は救われたから、浄土真宗の教えの特徴は平成五条現象不退ね、不退数往生と、こういうふうにも言われますようにね、生きている今救われる、ね、まあ、成仏の教え、まあ、成仏はちょっとずっと先ですけどもね、でもここを目指していくのが仏教だから、たとえまだ悟った人はもちろん、悟ってない人もね、教えを学んでいかなければならない。そうするとね、幸せをまたね、味わいながら実感できながらでもね、進んでいくことができる、そういう素晴らしい教えがね、仏教であることを確認して、この後ね、仏とはどういうものかをね、もう少しね、詳しく掘り下げて、学んでいきたいなと思います。はい、じゃあ休憩を入れたい。